女優の前田敦子が16日放送のフジテレビ系僕らの時代毎週日曜朝7時に出演。 AKB48 時代を振り返った。この日女優の趣座と劇作家演出家の根本宗子氏と映画もっと超越したところへ10月14日公開でタッグを組んだ2人と出演した前田。 AKB48 時代についてアイドルやりたいなんて思ってなかったんですね。もう1ミリも。歌って踊るなんて一番多分自分からかけ離れていることだったからやりたいと思ってやってなかったんですねと解雇。でもこの世界にはなんか痛くて平凡だからこそ、だったら唯一頑張れば居場所を見つけられるんじゃないのかなって思ったのが役者さんだったんですねっていう消去法だったりもするんですけどと女優の道に進んだ理由を明かした。根本氏からアイドル時代も最終的には役者業に行くぞって感じでずっとやってた？と聞かれると、うん、やめていいって言われてたから、じゃあいつやめようかって。卒業しちゃいけないって言われたら、多分入ってなかったです。AKB はと回答。だってアイドルって絶対に限界あるじゃないですか。その後に捨てられちゃうようなところには、やっぱ痛くないですよね。使い捨てにしないっていうのを最初から言ってくれてたのでと、将来を見据えた上で AKB48 として活動していたと語った。